足立家の親方、雅子殿がおるはず。雅子殿、足立家のご一族、誰かおりませぬか。何者かが押し入ったか。なぎなた、足立家の女の者だな。家族を守ろうとしたのか。窓から子供を逃がそうとしたようだ。荒らされているが、争った様子はない。生き延びた者は馬で逃げたのやもな。馬屋を調べよう。手がかりはない。馬屋は空だ。誰かが奪ったか。乾いた地、蹄の跡。逃げた者がいたのか。追ってみよう。足跡、追っ手がいたようだ。急兵に狙われたのか。この乗り手、巧みに矢を避けておる。馬のむくろ。これは足立家の馬だな。死んで数日。雅子殿、私です。お主は境家の菰田の生き残りはおらぬと聞いていたが、夫は？武名に恥じぬ見事なお働きでしたが、討ち死にを。さようか。なぜここへ？叔父上が囚われの身に手を結びましょう。
私は叔父上を、そちらは仇を。足立家はもう終わりだ。対馬の者が手にかけおった。裏切り、己を守る侍をなぜ。それはこれから突き止める。助太刀いたす。いらぬ。我らの争いに余計な首を突っ込むな。対馬の武家は相見たがい。私も残された者の痛みは知っております。お主まで死んでは申し訳が立たぬ。死にませぬ。ついてこい。親方に賊がおりました。生き残りを探しておったのであろうな。夫が息子らと菰田へ出立した夜のこと、刺客どもが来たのだ。子供や孫らを姉に託し、二人の息子の嫁らと共に戦ったのだが、多勢に無勢。私だけが生き延びた。さながら菰田の戦。私の戦は終わっておらぬ。皆をここに埋めた。一族の眠る場所で。必死に助けようとしたが、皆死角から逃げ切れず道端で切り殺された。姉も孫すらも赤子もいたのだ。まだ生まれたばかりの母と子と私がこの手で埋めたのだ。あるまじきことです。姉も亡き夫と共に眠りたいはず北の地で。なれど今は足立の墓ぬ。これから小金寺へ向かう。お一人残されるとは。一人ではない。刺客が生きておる。罪の報いを与えねば。奴らがのうのうと生きておるなど一族の恥。恩美の咎ではない。この手で成敗せねば顔向けできぬわ。お主一人で行ってくれ。草原という僧を探し、足立家の顛末を伝えてほしい。どういうおつもりですか。やもめの頼みは聞け。草原と話したら甲冑師を見つけろ。修繕を頼んだ鎧がある。お主にくれてやろう。かたじけない。では。私は寺の裏口で待っておる。酒井様、お達者のようで。誇りのある相手であれば勝っていらっしゃったでしょうに。近頃聞いた話なんだが、落ち着け。猛虎の使いが増えています。またお侍が現れたのしら。
どんな鎧でも結構です。雅子殿の使いだ。お主が足立家の鎧を直しておると聞いた。さようです。まことに素晴らしい鎧でございました。取ってまいります。よくお似合いでございますよ。島に二つとないものです。大事になさってください。もしもお気に召さないことがあればいつでも直しましょう。その際は素材をお持ちください。助かった。何を直しましょうか。ああ、素材を十分にお持ちでないようですね。ではきっとあなた様をお守りしてくれます。この近くに役立つものはないか。残念ながらですが、神社をお参りすれば手を差し伸べてくれるはず。鳥居を見つけて社まで進めば何かいただけるかも。神の加護を受けた御符があるというな。ぜひ手に入れたいものだ。もし太刀のお手入れをいたしませんか。坂井家に伝わる宝刀、素晴らしい一品です。見ただけでわかるのか。私には刀の顔がわかるのです。人と同じくそれぞれ違うのですよ。坂井様、素材をお持ちくだされば喜んでその宝刀を鍛えて差し上げましょう。坂井様、十分な素材をお持ちください。その太刀、どうか我らをお守りください。坂井様、ご無事で。重則様の紫電一閃をご存知ですか。その技はただの言い伝えであろう。琵琶法師は本当のことだとおっしゃっていました。あちこちの村で奉仕の噂を耳にすることはあったが、今は小松の火事場の近くにいるはずです。もしお話通りの強力な技であれば敵に使われてはひとたまりもないでしょうね。坂井様、お達者のようで。弓を見て差し上げましょうか。私ならばあなたの弓の力を引き出せます。それは頼もしい。ぜひ見てくれ。もったいないお言葉。では素材をお持ちくださいませ。その後は私が。天下無双の弓ですよ。あいつらは炎やイカズチを曲げられるのさ。病にはお気をつけください。坂井様、ご無事で。お言いつけ通り街道を避けてここまで参りました。お主も無事でよかった。息子も怪我はないな。父よりも立派な子です。あなた様に助けていただいたこと忘れません。達者で暮らせ、さらばだ。気のまま逃げてきた連中ですが、あなた様の助けになりたいと言ってます。坂井様、ほらな、言ったろう、望みはあるんだ。コモダの戦場を漁ってる連中がいるらしい。恥を知らないのか。
呪いはお体に合ってます。お気をつけくだされ。恐れを知らぬ毛量が静かに潜んでおります。奴らが恐れるのはこの世でクロードだけでしょう。様だったのか。見た目はそうだった。それだけじゃわからないだろう。侍の鎧を奪って雇うか。弟から聞いたけど、酒を飲みすぎて染みの手入れをいたしましょう。信じられないよ。同じような死に方をしたから。酒井様、お達者のようで。住職殿か。その実は下男と何ら変わりませんよ。私は純心と申します。この寺が民の助けになればと。広めておこう。寺まで赴けない者は有明の野営へ。少ないですが食べ物も備えました。ありがたい。時に僧を探しておってな。僧源という名だ。境内を吐いておるはずです。かたじけない。民を頼むぞ。降伏した方が良かったのかも。なぜ猛虎はあのお方を捕らえたんだろうな。金になると思ったのか。これもいつかは終わらない。願いらせると。草原か。さようで。酒井と申す。お侍。何用で。政子殿からことづてだ。足立家の親方が襲われて他の者は死んだと。猛虎が。いや、裏切りだそうだ。おいたわしや。戦支度をした奴らが寺に来なかったか。そのような覚えは。勤めに忙しくしておりますゆえ。雅子様ならば喜んでこの寺にかくまいましょう。手間を取らせたな。めっそうもない。私が守ってやります。御仏のご加護があります。襲われたのは菰田だけじゃない。あそこの神社、猛虎どもに奴らが対馬に来る前は。鎧は得たな。
良い具合です。それは私の長男重里のもの。かたじけない。そうと話しました。何と言っておった？喜んで寺でかくまうと。そうして居所を敵に漏らすわけか。ついてこい。襲撃の陰に草原がいると。刺客が来る前に奴が館を訪ねてきた。あの坊主は石膏なのであろう。そうと決まったわけでは。ああ、だが疑いたくもなるさ。奴は秋の初めに神谷方から突然やってきたのだ。猛虎の噂が流れ始めた頃。だが足立の所領はそうやすやすとは奪えぬ。そこで戦に乗じた。あの坊主抜け抜けと。草原め、急いでおれ。まるで巣へ戻る狼よ。でもいくつも飲まずくはずで。ここからはしゃがめ。私を利用しましたな。恐怖心を煽って尻尾を出させたまで。おかげで住処に向かっておると。こちらへ。見られぬよ。くそっ。ここからはしゃがめ。私を利用しましたな。恐怖心を煽って尻尾を出させたまで。おかげで住処に向かっておるぞ。こちらへ。見られぬように。隠れて。見られたか。いいえ、走り出しました。行くぞ。急げ。隠れましょう。逃げられるぞ。近づきましょう。こっちだ。
まさかお前生きておる。武士を連れておるの。はあ、館で仲間を殺した武士だろうな。アホどもめ、わしの肩入れが筒抜けだ。見つけ出してこい。声を抑えてくれ。わしは中で休む。奴らを殺すまで戻るな。あやつらが一族の仇。坊主は生かせ、他は殺す。一番手は誰だ。侍の技とやる。侍の技とやらを見せてみる。我が一族の敵。
せば。我が一族の敵。その太刀、お前が死んだら俺が使ってやろう。使ってやろう。
せば名を残す。我が一族の仇。行くぞ。そのタチ、お前が死んだら俺が使ってやろう。侍の技とやる。
草原、もう逃げられぬぞ。なぜ足立家を襲った？わしはただの使い走り。主は？それを知って何の役に立つ？己に問われる筋合いはないわ。雅子殿、私は家族を埋めたのだ。一人をな、幾日もかけて。己など野犬どもの餌にしてくれるわ。殺してはいけない。主を吐かせねば。この世は人獄よ。強き者が正さねばならん。邪魔立てするなら殺すまで。わらびさえもか。やめよ。どうせ口を割りはせぬ。手がかりがいる。糸口を探さねば。あなたは外を、私は中を調べる。済んだら知らせろ。飯が尽きている。長くいたのだな。うん、名前と家紋だ。雅子殿に聞くか。チェン、何か見つかったか。
何者かの名と家紋だ。確か奴らにもこの家紋が。初めて見るものだ。どこぞの家が乗っ取りを図っているのか捨ておけません。私がな。お一人は無謀です。もし叔父上がいればこのようなこと決してそのままにはいたしませぬ。お力をしかる後ご一族の仇を。いいだろう。志村殿の救出に向かう折には私も参ろう。かたじけなきお言葉。ではさらばだ。やることがあるでな。